どうも霊夢と、うまうまマリサだぜー。マリサ、今週は京都競馬場で天皇賞春が行われるけど、春の天皇賞と聞いて真っ先に思い浮かぶ馬はいるかしら。天皇賞といえばライスシャワーとかメジロマックイーンじゃないかな。今思ったんだけど、ライスシャワーは過去にこのチャンネルで動画化してるのに、メジロマックイーンって一回も動画で触れてないわよね。あれ、やったつもりだったけど今見たら一回もやってなかったみたいだぜ。え、忘れてたの？それじゃあマリサ、今日はメジロマックイーンについて教えてほしいわ。わかったぜ。改めまして今回は、史上最強のステイヤー、メジロマックイーンについて解説したいと思います。ゲートイン完了。メジロマックイーンは1987年4月3日、北海道浦河町の吉田県牧場で生まれたぜ。メジロマックイーンの祖父メジロ浅間は東京芝3200m時代の天皇賞秋を制して、引退後は種牡馬入りしたものの、初年度に交配した28頭の牝馬と、2年目に交配した2頭の牝馬は全て受胎しなかったんだ。え、どうして？原因は定かじゃないんだけど、一説によると現役時にインフルエンザに感染して、その時に摂取した抗生物質の影響なんじゃないかと言われてるみたいだぜ。あら、これは種牡馬としての適性はなさそうね。それでもオーナーの北野豊吉さんは諦めずに所有する牝馬に種付けを続けて、最終的に19頭だけ産駒を残すことができ、その中からメジロキターンという馬を輩出したぜ。この馬はどんな馬なの？メジロキターンは1982年に天皇賞秋をレコード勝ちして、父メジロ浅間との親子制覇を飾った馬なんだ。そしてメジロキターンは引退後に種牡馬入りしたんだけど、種牡馬入りした年の2月にオーナーの北野さんが亡くなってしまったんだ。そして北野さんの遺言はキターンの子で天皇賞を勝てだったんだぜ。これは、絶対にメジロキターン3区で天皇賞を勝たないといけないわね。メジロ浅間、メジロキターンに続く富士山大制覇がメジロ牧場の目標となり、メジロ牧場を引き継いだ妻の北野宮さんは長距離に特化した配合をし続けるぜ。そして現役時に中央で1勝だけしたメジロオーロラという牝馬に、メジロキターンを配合して生まれたのが今回紹介するメジロマックイーンだぜ。ちなみにマックイーンの4つ上の半径、メジロデュレンは菊花賞と有馬記念を制していて、とにかく長距離に特化した血統なのがわかると思うぜ。メジロマックイーンが生まれるまでにとてつもないドラマがあったのね。マックイーンはヨーク時代、病弱で高熱を出したり怪我をしやすい馬だったものの、兄デュレンが G1 を2勝してることもあり同期の中では高めの評価だったんだ。そんなメジロマックイーンは兄デュレンと同じく立冬の池康を厩舎に入厩するも、マックイーンが500キロを超える大型馬だったゆえに体質が弱く仕上がりにも時間がかかり、4歳現3歳の2月に阪神ダート 1700m の新馬戦でようやくデビューを迎えたんだ。あら、初戦はダートだったのね。この新馬戦でマックイーンは見事に新馬勝ちを飾り、その勝ち方は池井調教師がダービー出走を視野に入れるほどだったんだけど、その後は足元の弱さもありなかなか勝ちきれないレースが続いたんだ。これは菊花賞に間に合うかギリギリの感じね。9月にようやく500万下を勝つと連投で900万下も制して、10月には菊花賞を見据えて芝3000メートルの嵐山ステークスに出走。ここを勝たなければ菊花賞への出走は絶望的だったんだけど、視線の内田騎手の騎乗ミスでまさかの2着に敗れてしまったんだ。そんな、ところが、菊花賞を回避する馬が現れて奇跡的にメジロマックイーンの出走が叶い、鞍上は陣営の計らいで内田騎手が続投となったぜ。今度は G1 の大舞台、絶対に失敗できないわね。メジロマックイーンは今でいう3勝クラスの馬だったものの、兄メジロデュレンが菊花賞馬ということもあり、単勝 7.8 倍の4番人気に支持されたんだ。しかし、このレースの1番人気は同じメジロ軍団のメジロライアンだったぜ。メジロライアンも馬娘になっているわね。メジロライアンは皐月賞3着、ダービー2着で、京都新聞杯を制して菊花賞に参戦してきたんだ。マックイーンは実績的にはライアンに劣るけど、絶対に負けてほしくないわ。さあ行こう、菊花賞。メジロマックイーンは2番手、3番手は半馬審査。さあ外をつきましてセンター昇格アズマイースト。さあ外をついてメジロライアンが 4,5 番手に上がってまいりました。そして後位グループにはホワイトストーンも加わって最後の直線コースに各馬が入ってまいります。さあ勝負どころ、メジロマックインが先頭です。メジロマックインが先頭、アズマイースト2番手、さらに外からはメジロライアン突っ込んできた。さらに最内をついてホワイトストーン、ホワイトストーンも突っ込んでくるが先頭はわずかに外をついたメジロライアンか、メジロライアンか、メジロマックインか、メジロマックインか、内からはホワイトストーン、3頭の勝負だが中をついたメジロマックイン、ホワイトストーンが内から伸びてきた、ホワイトストーンが内から伸びてくる、メジロマックイン先着ゴールイン。勝ったのはメジロマックイン。そして2着には内をついたホワイトストーン。
やったー、勝った勝った。メジロマックイーンは直線で先頭に立つと、追いすがるホワイトストーンをねじ伏せて、兄メジロジュレンに続く兄弟での菊花賞制覇を飾ったんだ。鞍上の内田騎手はで13年目で嬉しい G1 初制覇となったぜ。ここまでなかなか勝ちきれず苦しかったけど、ようやく G1 タイトルを掴んだわね。この年のメジロマックイーンは菊花賞を最後に休養に入り、亡きオーナーの遺言を叶えるべく、翌年の天皇賞を大目標に定めたんだ。年が明けて1991年、5歳になったメジロマックイーンは、富士三大制覇がかかる天皇賞春に向けて、まずは阪神大賞典で復帰したぜ。そして鞍上には新たに若き天才、武豊騎手を迎えたんだ。内田騎手は降ろされちゃったの。悲願の天皇賞2大制覇に向けて絶対にミスは許されないからな。でも、豊さんだって当時はまだ若手でしょ。本当に大丈夫なのかしら。この時の豊さんはで15年目で G1 を9勝、天皇賞は3勝しているんだけど。化け物すぎる。ということで武豊騎手との新コンビで迎えた阪神大賞典は見事に快勝して、本番の天皇賞春へ駒を進めることになったぜ。いよいよ大記録がかかるこの日がやってきたわね。そして迎えた1991年4月28日、第103回天皇賞春。この天皇賞でメジロマックイーンは単勝 1.7 倍の圧倒的一番人気に支持されて、メジロ軍団の悲願に向けてゲートが開いたぜ。今度は下りにかかりました。勝負どころ、800を通過。さあ、メジロパーマーのリードはおよそ1馬身。そしてタイイーグルが相変わらず2番手。大隅社大は3番手。4番手の位置に1馬身差。さあ、ぐんぐんとメジロマックイーンが伸びてまいりました。メジロマックインは現在4番手であります。600を通過。連れてホワイトストーン、連れてホワイトストーン。さあ、メジロライアンはまだ中段7、8番手の位置であります。第4コーナーのカーブ、さあ直線コースに前向きました。先頭はわずかに大隅社大が先頭か。メジロマックイン、メジロマックイン、さらに外をついてホワイトストーン、そしてマルカロッキーあたりも突っ込んでまいりました。メジロマックインが先頭、メジロマックイン先頭です。リードを1馬身、2馬身に広げます。そして2着争いですが、メジロライアン、ホワイトストーン、ミスターアダムス、ミスターアダムス、そしてキリサンシー突っ込んできた。先頭はメジロマックイン、リードを取ってゴールイン。2着はどうやらミスターアダムスか。やったー、天皇賞三大制覇だ。メジロマックイーンは直線で後続を突き放して、メジロ浅間、メジロピターンに続く天皇賞三大制覇を達成したんだ。鞍上の武豊騎手も天皇賞春三連覇を達成し、記念撮影で武豊騎手は馬上で泣き北のオーナーを遺影を掲げたんだ。最強のステイヤーに最強の騎手、鬼にかなぼうとはこのことね。マックイーンが強すぎる、と思った視聴者さんはグッドボタンで教えてね。菊花賞、阪神大賞典、天皇賞と3連勝を飾り、現役最強ステイヤーとなったマックイーンは、中距離タイトルを狙うべく、春のグランプリ宝塚記念に駒を進めたぜ。宝塚記念を勝てば破竹の4連勝ね。この宝塚記念ではメジロマックイーンが単勝 1.4 倍の圧倒的一番人気に支持されて、2番人気には同じメジロのメジロライアンが支持されたんだ。これはメジロ対決になりそうね。さあ行こう、グランプリ宝塚記念。さあ第4コーナーのカーブに入って横に広がった、メジロライアンか、メジロライアンか、ホワイトストーンか。外からは勝利天佑、さらにメジロマックインが一番外に回っている。外をつきましては、さあミスターシクロノン突っ込んできた。メジロライアン先頭だ、メジロライアン先頭、あとホワイトストーン2番手、メジロマックインは現在3番手、懸命に差を詰めてきた。内をつきましては、さあ4番のタイイーグルも突っ込んでくる。先頭はメジロライアン、メジロマックインが来た。タイイーグル3番手、さあメジロライアン先頭、メジロライアン先頭、マックイン追ってきたが、メジロライアンゴールイン。メジロライアン一矢報いました。メジロライアン横山騎手、メジロマックインを破りました。惜しい。同じメジロのメジロライアンが悲願の初 G1 タイトルを獲得。メジロマックインは必死に差を詰めるもわずかに届かず2着に敗れたんだ。それでも2着に入るなんてめちゃくちゃ立派よ。ここまで3着内率は 100% と抜群の安定感を誇るメジロマックインは、休養を挟んで秋は京都大賞典で復帰すると、単勝 1.1 倍の圧倒的支持に応えて優勝して、春秋連覇がかかる天皇賞秋ではライバルのメジロライアンが故障で休養中ということもあり、メジロマックイーンが単勝 1.9 倍の圧倒的一番人気に支持されたんだ。めちゃくちゃ人気を集めてるわね。さあ行こう、天皇賞。しかし3番手、後続からは紙のプレスを追い込んでくるが、前の2頭競り合いが続く、前の2頭競り合いが続く。先頭はメジロマックイン、メジロマックイン抜け出して2馬身のリード、フレクダシリーいっぱいになって200を切った。3番手から紙のプレスで懸命に差を詰める。カリブソングも外から追い込んできたが、しかしフレクダシリー2番手で頑張れるか。100メートルを切ってメジロマックイン、これは楽
シンゴマシンのリード、メジロマックインゴールイン、2着はプレクラスリー、その後カリブソング神のクレッセ、そしてリストレーション突っ込みました。しかしこの競争は審議、この競争向こう上面ですでに審議の青ランプが灯っていました。強い。メジロマックインは直線で抜け出すと2番手のプレクラス2を6馬身突き放して1位で入線して天皇賞春秋連覇を飾ったかに思えたんだけど、けど何か不穏な空気ね。あ、このレースは審議って言ってたわね。そう、メジロマックインはスタート直後で3頭の進路を妨害していて、まさかの18着に膠着となってしまったんだ。はぁ、あ、?18 着。当時は加害馬がどんなに強くても被害馬の下の着順に下げられるルールで、現在の膠着基準である走行妨害がなければ被害馬が加害馬に先着できたかどうかだったら、おそらくメジロマックインは1着のままで竹豊騎手が騎乗停止になるだけだったと思うぜ。これは馬券を買ってた人にとっても悲劇でしかないわね。この後、メジロマックインは圧倒的人気を背負ってジャパンカップに出走するも、前を行く海外馬3頭には歯が立たず、それでも日本馬最先着となる4着でゴール。続く有馬記念でも圧倒的1番人気に支持されたものの、14番人気の大優作に敗れてまさかまさかの2着と敗戦。この年のマックインは全レースで1番人気に支持されたものの G1 はわずか1勝に終わり、この年の JRA 賞最優秀5歳以上ボバは受賞したものの、年度代表馬と最優秀父内国産馬を受賞したのは無敗の2冠馬東海帝王だったんだ。年度代表馬は譲ったけど、帝王と対戦するときは絶対に勝ちたいわね。1992年、6歳になったメジロマックインは、前年と同じく阪神大賞典から指導士単勝 1.3 倍に支持されると、2着の神のクレッセに5馬身差をつけて復帰戦を圧巻のパフォーマンスで飾ったんだ。さすがは現役最強馬、物が違ったわね。そして迎えた、連覇がかかる第105回天皇賞春、1番人気は、無敗の2冠馬東海帝王だったぜ。さすがにそうなっちゃうか。皇帝と呼ばれたシンボリルドルフ3区の東海帝王は、父と同じく皐月賞と日本ダービーを制して無敗2冠馬に輝き、骨折で3冠がかかる菊花賞には出れなかったものの、復帰戦の 3K 大阪杯をノーステッキで落勝していて、この天皇賞でも単勝 1.5 倍の1番人気に支持されたんだ。東海帝王はここまで無敗だけど長距離のレースは未経験なのよね。そして単勝 2.2 倍の2番人気にメジロマックインが支持されて、3番人気は 18.2 倍と、帝王とマックインの2強対決の構図となったぜ。帝王はめちゃくちゃ強いけどマックインに勝ってほしいわ。勝つのは帝王か、それともマックインか、さあ行こう、第105回天皇賞春。気合が入って、スタートしました。14頭出遅れはありません。綺麗なスタートを切っています。まず先行争いは外からメジロパーマ、内からはボストン貴公子、そしてその外からはゴールデンアワーといきました。内からは名将ビトリア、大優作、そしてヤマニングローバル、一馬身差でメジロマックインはちょうど中段よりやや後ろであります。谷のボレロ、その後一馬身差、東海帝王がその後に続きます。まず1周目、坂上から坂下にかかってまいります。そして3馬身ぐらい遅れまして、神のクレッセと内からはホワイトアローが行きました。1周目でございます。その後1馬身差、いぶきマイカグラは後ろから数えて3頭目、そして外からはバンブージャンボ、そして内からはノーブルタークであります。これから各馬は池垣の向こうから正面スタンド前に入ってまいりました。先頭ペースメーカーはメジロパーマーでございます。リードを3馬身ぐらい取っています。ボストン貴公子が2番手、ヤマニングローバル、谷のボレロと行きました。そして中段はゴールデンアワー5番手メジロマックインはかなり外に持ち出しました。現在6番手であります。そのうちからは名将ビトリア、大優作と行きます。そして2馬身差で東海帝王はこの各馬を見ながらの競馬、神のクレッセもその内をついています。いぶきマイカグラ、ホワイトアロー、そしてノーブルターク、最後方は外をついてバンブージャンボでございます。第1コーナーからこれから第2コーナーに向かうところ、かなりゆったりとしたペースでございまして、メジロパーマーのリードはおよそ3馬身ぐらいとやや広がってまいりました。ボストン貴公子相変わらず2番手、3番手は1馬身差、谷のボレロが行っています。半馬身差、4番手にメジロマックイン、
さあかなりいい手応えで上がってまいりました。1馬身差で4頭一塊、ゴールデンアワー、ヤマニングローバル、名勝ビトリア、大優作、その後外をついて東海帝王であります。東海帝王その後につけています。1馬身差で神のクレッセが行きました。中段やや固まりました。1馬身差ホワイトアロー、そのうちは伊吹舞神楽、さあ片縁が一発入っています。1馬身差でノーブルターク、そして後方からは1馬身差バンブージャンボが行きました。各馬はこれから第3コーナーの上りに向かいます。さあ勝負どころでありますが、メジロパーマ、そして外からはメジロマックインが行きました。早めにメジロマックイン、2番手から先頭をかがおうという足路であります。連れまして1馬身差ゴールデンアワー、その外東海帝王は4番手、下りにかかって800を通過、メジロマックイン、メジロパーマ、そして1馬身差東海帝王、外からスルスルと、その外からは神のクレッセも、さあ差を詰めてまいりました。前3頭固まってまいります。さらにバンブージャンボ、ホワイトアローでありまして、第4コーナーのカーブに近づいてまいります。さあメジロマックイン、わずかに先頭か、外をついて神のクレッセも差を詰めた。東海帝王は現在3番手の位置であります。さあ直線勝負になった。先頭はメジロマックインか、外から神のクレッセだ、外から神のクレッセがぐんぐん差を詰めた。さあ一気に差し切るか、東海帝王はどうか、東海帝王伸びない、そして伊吹舞神楽、あと200を通過、メジロマックイン、メジロマックイン、リードを3馬身ぐらい広げた。神のクレッセ2番手、その後は4馬身、5馬身、東海帝王は馬群の中、先頭メジロマックイン、ゴールイン、メジロマックインやりました。2着に神のクレッセです。ステイヤーの血が騒ぎました。史上初の2年連続春の天皇賞馬となりました、メジロマックインです。やった、連覇達成だ。メジロマックインは第3コーナーから先頭に立つと後続を置き去りにして、史上初となる天皇賞春連覇を達成し、鞍上の武豊騎手は天皇賞春4連覇となったんだ。怪物にレジェンドが騎乗するともはや敵なしね。一方、一番人気の東海帝王は初の黒星となる5着に敗れて、レース後には右前足の剥離骨折が判明、休養に入ったんだ。そしてメジロマックインは宝塚記念へ向かうべく調教を重ねたものの、レース1週間前の6月7日、調教中に左第一施設肢骨骨折を発症。骨折箇所があと1ミリずれていたら復帰は無理だったというレベルの重傷で、この年は天皇賞を最後に休養に入ったぜ。帝王は剥離骨折だったけど、マックイーンは予後不良手前の骨折だったわね。そして1993年、7歳になったメジロマックイーンは、予定していた阪神大賞典に間に合わず、4月の産経大阪杯で復帰することになったぜ。骨折で1年休んでたし、距離が2000メートルなのも大きな不安要素ね。そんな声を押しのけてメジロマックイーンは2着のナイスネイチャに5馬身差をつけて圧勝。勝ち時計はなんとコースレコードだったんだ。へっ。強すぎるって。骨折明けでも長距離で無双し続けるメジロマックインは、大目標の天皇賞春でも単勝 1.5 倍の圧倒的人気に支持されて、天皇賞春3連覇へ大きな注目が集まったんだ。このまま勝って3連覇を決めてほしいわ。3連覇なるか、さあ行こう、天皇賞春。スタートしました。15頭がこれからまず最初の第3コーナーに向かいます。やはりメジロパーマーが出てまいりました。リードを2馬身から3馬身ぐらい取って逃げます。早めにメジロマックインは2番手に続きます。3番手は内をつきまして京和羽衣、ライスシャワーと、そしてこのグループにはムッシュシャクル、2番手は3頭固まりました。その後1馬身ぐらいの差、アイルトンシンボリ、イクノディクタスといっています。ライスシャワーは内であります。そして1馬身差、中段は社交グレード、あるいは半馬身差、レッドイットビー、マチカネタンホイザは中段よりやや後ろ、竹のベルペットはその後であります。そして2馬身差、東和納言が行きました。さらに後続集団からは3馬身ぐらい遅れてまして、ジャムシードが行っています。その後は半馬身差、ゴールデンアイ、最高峰は共和優勝でありまして、まず1周目、これからスタンド前に入ってまいりました。メジロパーマーが逃げております。リードは3馬身から4馬身ぐらいであります。ムッシュシャクル2番手、3番手は3馬身ぐらいの差。さあメジロマックインは3番手に上がってまいりました。マチカネタンホイザが行っています。そして内からは京和羽衣、外をついてイクノディクタス、それからライスシャワーはちょうど5、6番手、メジロマックインを見る形であります。さらには社交グレードが行きました。そしてその外はアイルトンシンボリが行っています。やや中段が固まった展開で第1コーナーから第2コーナーに向かいます。
逃げまくりますメジロパーマーのリードはおよそ6馬身、7馬身、8馬身とやや広がって2コーナーから向こう上面に入ります。ムッシュシェクルが2番手、その後は1馬身差、京和羽衣3番手、4番手は1馬身差、メジロマックイン、その後に1馬身差、ライスシャワー、マチカネタンホイザー、イクノディクタス、この辺りは固まって向こう上面へ、社交グレードとその内をついて東亜納言、遅れまして1馬身差、レッドイットビー、あるいは竹のベルベット、外からは半馬身差、アイルトンシンボリが行っています。後続はややばらけました。その後は3馬身ぐらいの差、ジャムシードが行きます。さらに遅れて3馬身から4馬身差、ゴールデンアイと外からは今日は優勝。これから第3コーナーの上りに向かいます。メジロパーマーのリードはまだ4馬身ぐらいあります。やや詰まってまいりました。ムッシュシェクルとメジロマックインが仕掛けてまいりました。メジロマックインが仕掛けてくる。そしてライスシャワーが動き出したぞ。さあ下りにかかって800を通過。その後は3馬身差、マチカネタンホイザ、イクノディクタス、さらに外からはアイルトンシンボリが来ました。車高グレード4コーナーに近づいてくる。メジロパーマーまだ逃げている。リードが半馬身ぐらい。そしてメジロマックイン2番手、ライスシャワーが差を詰めてきた。ライスシャワーが差を詰めてきた。前3頭ほぼ固まった感じで、さあ直線コースに向く。メジロマックイン先頭か、メジロマックイン先頭か。外からライスシャワーが来た、外からライスシャワーが来た。そして内、メジロパーマーまだ粘っている。3頭鳴らすいだが、わずかにライスシャワーか。ライスシャワー抜け出した。リードが1馬身、2馬身、そしてメジロマックインとメジロパーマーの、さあ2番手争いだが、ライスシャワーが抜け出したぞ。リードが2馬身ぐらい。メジロマックイン2番手か、パーマーも追い出した。先頭ライスシャワー、ライスシャワー先頭ゴール。メジロマックイン敗れました。勝ったのはライスシャワー。あ、ライスシャワー、前年の菊花賞でミホノブルボンの無敗三冠を阻止して、過酷すぎる調教で究極の馬体を手に入れ天皇賞に挑んだ関東の刺客、ライスシャワーが優勝。メジロマックイーンはライスシャワーから2馬身半差の2着に敗れてしまったぜ。さすがに鬼仕上げで研ぎ澄まされたライスシャワーにはかなわなかったわね。続く宝塚記念ではライスシャワーが放牧、東海帝王が再び故障し、他の有力馬も次々と回避していったことで、単勝 1.5 倍の1番人気にメジロマックイーンが、2番人気に前年の覇者メジロパーマーが支持されて、メジロ同士の対決に注目が集まったんだ。前走は負けたとはいえ2着だし、ここは負けられないわね。さあ行こう、宝塚記念。メジロマックインが早めに行った。間からは西のフラワー。ちょっとメジロパーマーが後退していく。メジロパーマーは5番手ぐらいだ。内ラッチ沿いから大隅ロッチ。そしてメジロマックインが来る。間からは西のフラワー。後方つきましては石庭竜王も差を詰めてきた。第4コーナーから直線に向きますが、内ラッチ沿いに大隅ロッチ、外をつきましてメジロマックイン。メジロマックイン内外が大きく開いている。追い込み勢からはイクノディクタス、石庭竜王を突っ込んできた。メジロマックイン堂々と先頭で200を通過。あと2番手は大隅ロッチ、イクノディクタス、イクノディクタス、石庭竜王を突っ込んでくるが、内の大隅ロッチとの2番手接戦だ。メジロマックイン、さあ2番手はイクノディクタス、メジロマックインゴールイン。メジロマックインです。メジロマックイン悲願の宝塚記念を制覇。やったー、勝つだー。メジロマックインは外から力強い走りで先頭に立つと、追ってくるイクノディクタスを抑えて宝塚記念制覇を飾ったんだ。前年の天皇賞春以来の G1 制覇になったわね。その後休養を挟んで迎えた京都大賞典では単勝 1.2 倍の圧倒的人気に支持されると、コースレコードとなる2分22秒7で圧勝して史上初の10億円コースに輝いたんだ。すごい、本当にすごすぎるわ。しかし次走に予定していた天皇賞秋の調教後に左前足の軽靭帯炎を発症し、そのままメジロマックイーンは現役を引退することになったんだ。そんな、21戦12勝、負けたレースも2着がほとんどで18着となった天皇賞も1入選からの膠着と、惨敗することは一度もなかったメジロマックイーンは懸賞馬に選出されて、社大スタリオンステーションで守護馬入りしたんだけど、重賞馬こそ出たものの G1 馬は排出できず、2006年4月3日に19歳のメジロマックイーンは心不全で亡くなってしまったんだ。この4月3日はメジロマックイーンの誕生日でもあったんだ。あまりにも残念すぎるわ。ところが、メジロマックイーンの死後、母の父としてメジロマックイーンの血が覚醒。春秋グランプリを制したドリームジャーニー、その弟の怪物三冠馬オルフェーブル、そしてあのゴールドシップと、3頭の中央 G1 馬が生まれたんだ。この3頭はすべてステイゴールド3区で、ステゴとマックイーンから名前を取って、ステマ配合って呼ばれてる黄金配合なのよね。
この3頭はいずれも種牡馬入りして多くの産駒を残していて、血統表にはこれからもメジロマックイーンの血が残り続けると思うぜ。ちなみに、メジロ牧場は生産馬や所有馬の成績不振や、火山の噴火の被害などから2011年に解散しているんだ。名門牧場でも解散することになるなんて競馬って本当に厳しい世界なのね。でも、メジロ牧場の馬はたくさん馬娘に登場しているから、これからもメジロ牧場の輝かしい栄光は語り継がれていくことになると思うぜ。今回は、史上最強のステイヤー、メジロマックイーンについて解説しました。次回の動画を見逃さないように、チャンネル登録してまた見に来てくださいね。X、Instagram、TikTok もやっていますので、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。それじゃあ今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。あざしたー。